ハロー YouTube どうも、ドナイです。えー、ちょっとね、あの、ま、発売した日から日渡ってしまったんですけれども、あの、ベビーメタルのね、4月に、えー、ピアーリーナ MM であった、えー、ライブの、えー、デロがですね、あの、ブルーレイがですね、あの、届きました。はい、あの、こちらですね、あの僕通常版にしました。はい、あの、こちら届きました。中はね、あの、はい、えブラックナイトとクリアーナイトで、ね、ブラックナイトが、 2人のやつで,でクリアーナイトはねあのも,もちゃんが桃子ちゃんがね正式メンバー入ったんで3人っていう、まあ、こういうねこういう感じのものが届いてね、あのー、じっくりねあの見させていただきましたでそのねあの感想をね話そうと思いますまあライブ自体の感想はねまあライブ見た時に話してるしちょっと繰り返しになっちゃうのでちょっとそこら辺割愛するんですけれどもこの、まあ、ブルーレイ自体のねあの感想をね喋ろうかなと。 思います。あのまず聞いて見て見て聞いて真っ先に思ったのがですねあのー、まあこコーラスというかそのまア、あ、ちゃんの声がですねあのすごいねあの聞き取りやすくなってるというか萌ちゃんとかまあ2日目はねももこちゃんもなんですけどの声がねあのすごいクリアにねいつもの映像作品より聞こえるなってまあ、それはあのももこちゃんが加わってあの2人になったからとかそういう話ではなくてあのも子ちゃんのねあの声が すごい聞き取りやすくなってるなってはっきり聞こえるようになってるなって思ってね。すごい嬉しかったですね。あと、あのまあドラムとかそのまあ低音がですね。あの、今までのブルーレイよりもちょっと聞き、ちょっと際立ってるかなと思って。そこら辺はね。僕はすごいいいなという風うに。 思いました、うん、そうねすごいモアちゃんの声がねはっきりと聞こえてていいなと思ったのとあとカメラアングルですねあのまあ以前の1月のねあのー、幕張でやってたライブの時からそうなんだけどあのドローンを使ったあの本当にねあのもう3人にねあの迫りうるようなカメラワークそれがねめちゃくちゃかっこいいですねなんかそういうアトラクションなんかそういうプランタリウムあるじゃないですかプランタリウムで <laughs> なんかこういうふうになんか ね、なんか空飛んでるみたいなああいう感じでねそういうプラネタリウムみたいな感じの映像がねすごいいいなっていう風に思いましたしあとねちょっと気のせいかもしれないんですけどすごいなんか。 全身それぞれのおのおののね3人のおのおのの全身のショットが踊ってる全身のショットが結構多かったかなと、まあ、今までもあったんですけど今までどっちかといったらちょっと表情とかそういうちょっとねあの胸より上とかそういうところのアップとかのね映像あったかもしれないんだけれどもあの結構全身がねあのよくたくさん写っていて、ね、いいなって思ったし横からのアングルとかかっこいいなって思ったし何よりもあのセットではねこの The Other One のこのなんか丸くなってるあのセットがねすごいかっこいいなって思いましたうんあとねやっぱこの新衣装はね本当に映像にしても映えますねあの白いライトの時のがね光ってていいしあと赤みがかった時にもねちょっとなんかその幻想的な雰囲気になっててね非常にいいなというふうに思いましたうんそうですねあと何と言ってもやっぱりそうだね あのー、やっぱいいねねはベストテイクです、ね、本当にこのこのねブラックナイトクリアナイト全部あるけど「いいね」が本当にベストテイクだなというふうに思いましたなんかもう,もう10回ぐらい繰り返して <laughs> 見てるんですけれどもそうねあと結構なんか下からちょっと若干下から見上げるようなアングルが多くてそこからのねスーちゃんモアちゃんモモコちゃんの表情がねあの非常にいいなっていうふうに思ったし。 あのやっぱアベンジャーズにね、成り立ての頃とこの頃の映像を比べたらね、あの、モアちゃんとモモコちゃんのね、シンクロ度合いがすごいね、本当に。映像で見ても本当にシンクロ度合いがすごいし、そうだね。まあ本当にマイクがついたね、あの、モモコちゃんのね、映像、これがね、初めてなんですけれどね。本当にいいっすね。うん。もう、これ見ちゃったらなんかマイクついてないモモコちゃんの映像見るのはちょっと物足りなくなっちゃうんじゃないかなっていう心配がちょっとあるんですけれど、はい。 まあそんな感じでね、ほんと映像作品としては、本当もうここ最近で一番いいんじゃないかなというふうに思ったんでね、まあ、今後も期待したく思います。はい、というわけでね、まあ、あのこの t h e Other One ベビーメタルビギンズのブルーレイの感想でした。まだ見てない方いたらね、まあ、今日もやったらよかったら見てみたらいいのではないかと思います。まあ、ここから余談なんですけれど、あの11月のねあの4え、3、4か。 うん、3、4にあるあのフェスあるじゃないですか、マクカリメッセである。うん、あれね、僕、最初行かない予定だったんですよ。あのなんでかっていうと、ちょっとさすがにお金がないと。うんまあ、僕の YouTube ね見てる人いたらよくわかるんですけれども、こいつね、ライブにも行きまくってるしね、なんかサッカーとかね、見まくってるしね、なんか,なんかラグビーとか見まくってるしね、あのこいつ遊びすぎだろと、金ねえんじゃねえのって思ってる人いると思うんですけど、あの金ないんですよ、本当に。 ちょっとこういうことに、ちょっと他でね色々と節制とかはしてるんですけれども、ちょっとライブって馬鹿にならないじゃないですか、お金が。だからちょっとさすがにね、そんな僕、全然稼いでるわけでもないので、あのだからちょっと <laughs>、マジでお金がなくて、行くのやめようかなって思ってたんですけれども、先週か先々週にね、あの追加公演がね、決まったじゃないですか。 で追加公演ってちょっと組数が少ない代わりにちょっと値段安くなってるんですよ。で11月4日ちょっと本当と予定なかったからあのー、ちょっとちょっと行くことにした行、うん、くことにしたうんあのー、ねそうそうち,ちょっとあのチケット買いましてあのー、行きますねはいはいそうですね。まあ、うん、ち,ょち,ょちょっと半分 ちょっと大丈夫かなって感じはあるんだけどもまあでもまあまあ行くことにしちゃったんで <laughs> ねあの行き,行きますという報告ですなのでねあのすごい楽しみにしたいなというふうに思いますはいはいそれではお疲れ様でしたバイバイ